今回は大阪府豊野郡の瀬町長谷にある林道月並長谷線を通り、西の上峠から兵庫県川辺郡稲川町万全竹添にある道の駅稲川まで走ります。この辺りは日本の棚田百選にも選ばれたの瀬町長谷の棚田で有名です。林道月並長谷線はアスファルト路面で走りやすい林道です。
この辺りで林道月並長谷線が終わり、万全月並線に変わります。県道12号線に入ります。道の駅稲川到着です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。この動画が気に入ってもらえましたら、高評価お願いします。またお会いしましょう。